はい。動き型テーマセクター。個別の材料で同意付いた銘柄を小型株振興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。とにかく今日は、その、小型も景気敏感セクターとか、バイオとかも売られて、えー、全般厳しかったなっていう、そんな一日でしたんで、うんと、どうしましょうかね。ベタに、うんと、 なんだろうな、まあ、半導体関連みたいなところからいきましょうかえレーザーテックそんなでもないんですね55円安4250円1.28%下落あ去年結構厳しかったですからその分今高根県にいるしっていうね あのこの辺とか、えっ、ー、と、なんだっけ、ハーモニック、ハーモニックドライブシステムこっちきついんですね。二百三十円安、三3百六十円、六パーセント下落、ハーモニックドライブシステムスであります。あとあのなんだっけ、フェローテック。 <laughs> 随分下げますね、こういう日はね。98円、安、994円、9%下落です。まあ、半導体、パワー半導体ですね。あとは、内外テック。 東京エレクトロン向けの売上高が高いところですが140円安1131円11%下落です。行政競争の下方修正を出しております。営業利益の五億7400万円に下方修正。年間配当も30円に減額というところで嫌気売りであります。こんな感じですか。あとちょっと。 バッ,バッと個別に下げていったところ、あ、マクドナルドは結局プラマイゼロですね。変わらず5100円でした。2月の既存点売上高3.3%増で、ちょっと伸び悩み買って見る向きもあって、マイナスのところもあったんですが、結局変わらずで終わってます。まあ、そんなに悪い数字じゃないですからね。というところ。えー、っと。 人材系、特にその半導体とか製造業向けの人材系あたりが弱かったなっていう印象なんですが、えっ、ー、と、どこを見ましょうかね。ちょっと UT グループからいきましょうか。UT グループ、211円2450円、7.93%、下落。 アルプス技研、51円九1958円2.54%下落。えー、日葬降参、169円千2519円6.3%下落。う 思いつくままに入れてるだけですけどトラストテック125円安3415円3.5%ント下落と派遣系とか賃貸系とか特に製造業向けのところがまあその工場お休みになるとかねルネサスの話になると、えー、派遣をねいらなくなるということになりますのでこの辺売られておりますあとは RS テクノロジーズ 発表遅延していたんですが、まあえー、と結局、無事決算発表、ね、決算が発表になりまして、えー、営業歴57億5000万円で92.8%大幅増益と情報修正した数値をさらに上回ったということで、えー、買われた。 とということであります一部取引における実在性に疑義があるとの指摘で特別調査委員会を設置して調査を進めていたが決算していたため決算発表が遅延して結局訂正も行っているが修正幅も限定的大したことなかったねということで安心感からの回となりましたあとそうですねバリューコマース s n b c にこで目標株価引き上げがありまして105円高2203円5%上昇スカイラーク2月の既存店売上高好調でした、えー、38円高1756円2.2%上昇です <laughs> えっと、2月が前年度月日で3.3%増、7ヶ月連続でプラスでした。増収率が前年度から最大ということで、客数を2.4%増、客単価0.9%上昇ということだそうです。メインアガストフェアの好調水バレンタイン限定企画商品の効果が出たと。この前、デニーズ行ったら、なんか、メニューイマイチになっちゃったなとか思ってですね、ちょっと話した気もしますが、 で、その、いまいちになっちゃった、その、なんか、中心な、なんとか、牛、なん、なんちゃらみたいな、牛のなんか、料理のメニューが、なんか、メインの、こう、メニュー構成になっちゃったんですけど、で、それ、まあ、それが、それを押すんだったら、それを頼もうと思ったら、もう、すべてそれがなくなってしまって、とか言われて、何やってんだって感じなんで、まあ、そう、しょうがないと。だから、まあ、スカイラックの方がいいよねっていう、そういうことです。はい。で <laughs>、わかりませんけど、 たまたまねデニーズ三元茶屋券がダメだったのかどうなのか知りませんけどそんな感じでしたえー、っ,とちょっと昨日の推奨ここで見ておきましょうアイルまああの私は結構もう今日引け引けじゃない寄りでですねサクッとこれちょっとあの寄りの気配見てあこれやばいかもって思ったんで <laughs> すぐ売ったんでですね多少なんとかな たんですが、こう五分足です。こっから右側が今日の動き。全あの本当によりだけ高いところから始まってもすぐマイナス転落となりました。いやー厳しいですよね。そんなそんな材料で尽くしかんですって。もう本当厳しい。<laughs> もう 一旦材料出尽くしの動き。まあなので今日もう持っちゃった方はしばらく持ってください。この出尽くしパターンで当然全然あの内容悪くないですから、まあ、しばらく持てる方はも持ったまんまにしていただくとそのうち戻ってくる可能性もあるかなとは思ってますがちょっと想定以上に下げたなって感じなんですよね。後半ね一応あの1000円割れしてますんでね一回ねそんなに下げるのがざげんなって っていうそんな気持ちで,す、はい、でえっ、ー、とあともう一つ一応辞典で挙げました「ラクーン」こっちがきつかったこれはもう全然プラスにならなかったですね今日ね。 えー、60円,円、1円安678円8.25%下落。そんなにこれ売りますかっていう感じなんですけど、えー、これも出尽くし売りだそうです。業績上振れ、え、もう、あの、情報修正発表しましたんでね、業績上振れ、想定線と捉えられているような、短期的な出尽くし感などが先行する状況に。まあ、こっちの出尽くしは多少あるかもしれないなって想定してましたが、この、まあ、第4クオーター以降、結構これの、 くると思うんですねね利益ねこのあれもっていうところの,あの業績がしっかり今度は乗ってくる形になりますんでこんなもんちょっと本当にここで大っ後悔しろよっていうぐらいの感覚でありますが、はいまあ、一応この辺でね下げ止まった感がありますんでいくら670円どころで下げ止まった感がありますちょっと明日の様子見て 670円、これ、ずるずる割っていくようだと、うん、まあ全然下げ止まらないんでしょうけど、うん、この陰線はちょっと嫌ですね。時間かかりそう。<laughs> ではありますが、明日670円でなんとかキープできれば、えー、もう一回上昇に向かっていく可能性はあるかなという感じですね。あえる、 うーん、は、ちょっともう元々板が薄い銘柄なんで <laughs>、ちょっとやりにくいですけどね。また、なんか良きところで売れればって感じですかね。難しかし、結局アスカネットも今日なんとか踏ん張ったんですが、マイナスになっちゃったりとかしてましたんで、まあ何買っても今日はダメだったっていうことですね。いやー、厳しい。まあ、地合いの悪さが出たっていうところもあるんでしょうけどね。 <laughs> あ10時2分じゃよかったねみたいな時間ですね。その後下がってきましたんでね。本当にやんなっちゃう。もう。はい。というところでした。えっ、ー、と、 自動、まあ、ルネサンスが悪かったっていうところで自動車業界ダメなのかっていうとそうじゃなくて、あの、燃料電池系そっちの方が結構物色されている動きもありまして、ダブルスコープ、大幅促進、56円高151 15円、3.75%上昇、リチウムイオン電池のセパレーターですね。そんなあたり一部買われている銘柄はあったりします。この辺どうですかね。お原 あ,あ、ダメだ。45円安、1669円、2.6%下落。えーっと、なんでしょうね。この辺とかどうですかあの、グループ一体で全固体電池に乗り出すと発表した森村グループ、乗りたけ乗りたけカンパニーリミテッド。120円安、5302.2%下落。えー、そしたらどうですかね。外資とかの方がいいんですかね。 1 3六1 6 9 6円,円0.76%。こういうことじゃないですね。じゃあ、いいや。<laughs> もういいです。えーっと、あと、うん、今日なんか全然いい銘柄がないですね。ジェネラルオイスター。 月次の売上高発表しておりまして2月既存店売上高7.6%増となったということ4ヶ月連続プラスです37円高1 3 7 2.78%上昇行ったことないんですけどね大村市業今日なんかずいぶん長い4000つけてるなと思ったんですが137円高1158円13.4%上昇任天堂ラボの新作を発表したと いうことがありまして、段ボール関連に思惑がいたそうです。今日、文教度続進ですね12円の中242円5.2%上昇うーんまあ信用ができないんであれなんですけどねノーベル賞発表されたらそこでショートを入れたいですね BBT ブロードバンドタワー 16円の中340円4.9%上昇東大や日本マイクロソフトなどと AI データ活用コンソーシアムの設立に参画ということだそうですトランザス136円の中1148円13.4%上昇セキュリティ機能搭載ルーターの開発完了を発表したということだそうですいやー 厳しい一日でしたね、本当に。もう、ちょっとね。もう今日動画配信するのやめようかと思うぐらいの、ちょっと厳しさでありますが、まあ、そんな感じとなりました。まあ、そんな中でもいい銘柄やっぱりあるということで、今日ちょっとまた注目してあげたい高値更新銘柄。ちょっと最近見てないところを、 あげられればなと思うんですが、そんなにないのか。結局マイナスになってたりとか、どうですか？ね。経験科学、えー、85円のから2799円で高値更新ですね。レーティングもさらに出てるということだそうですね。えー、と、あとは。 高値更新した後マイナスになっちゃってる銘柄が多いですね、今日ね。うん、厳しい。という、そんな感じでした。<laughs> あんまりなかったです。ということで、えー、以上、アトラクティブストックスのコーナーでした。